はい、皆さん、こんばんは。それでは、トゥームレイダー続きやっていきたいなと思います。いよいよね、最後のステージに向かいたいなと思います。ジョナ、乗り込んでいきましょララ、遺跡で何を探すつもり？本当に知りたい？でも知る権利がある。太陽の女王の遺体には彼女の魂が囚われてて、女王の怒りが嵐を起こしてるの。だから遺体を破壊すれば嵐は止む。そう。じゃあサムがさらわれた理由は？わからない。だから怖くて仕方ない。無謀な作戦なのは分かってる。全くだよ。でも実際他に方法はない。やるしかない。よし、行こう。私がサムを探しに行くから、ジョナとレイエスは正面の入り口を見張って。一人で行く気なの？人数が多いと見つかるリスクも大きくなる。二人にはできるだけ敵の数を減らしてほしいの。ソラリだけじゃなくて、他にも女王を守る嵐の先森もいる。私とサム以外は全部敵とみなして。ララ、これでお別れじゃない。さよならは言わない。ここは任せて。さあ、それではね、先に行きましょうか。最後なんですが、動画としては、日本に分ける感じでいきたいなと思います。多分日本に分かれると思います。結構長いんですよね。彼らは嵐の先盛り。何者だ？あれは寺院の番人だ。選ばれし者にまみえるのを待っている。君が紹介するのが筋だろう。なるほど、もちろん。古代民族なら任せておけ。これで受賞は間違いない。何をする気？いや、私はジェイムズ・ホイットマン博士だ。君たちの味方だよ。新しいクイーンだぞ。クイーンだ。日本語だと、そう、女王だ。いや、ホイットマン、意外にあっさりと言ってしまいましたね。いや、間違えた。もう少し、粘るんかなと思ったんですが、意外とすんなり言ってしまわれました。よっこいしょ。それでは、先に進みたいなと思います。そんなに長い間女王を守り続けてきたって。そうだね。
ええー、どうしようか。どうなの使おうか。これでいいか。さあ大群、大群ですね。すげえデッキやついる。あいつか鬼は。意外とここ通ってもバレない、バレないですね。足音とか立てるとバレるみたいですね。ケースの話ね。何食って生きてるんだっていう。さあジャンプだ。散々な日だわ。オッケー。うん。この人たち何百年も生きてるってこと？そんなバカな。嵐の先森か。ネズミがたくさんいますね。よっこしょっと。あとは何もなかったかな。はい。あの将軍が持っていた祈祷文には、朽ちゆく肉体に囚われた魂が嵐を呼び起こすと書いてあった。きっと最後に後継者となった太陽の女王のことね。でもそれと卑弥呼と何の関係があるの？卑弥呼は初代の女王で、マサイアスはサムが関係してると思ってる。サムが危険なことだけは確かね。それにしてもホイットマンは視聴率のためならなりふり構わないのね。最低。ほんと最低なやつでしたね。まあ、でしたね。スキルも上げることないんで、とりあえず進みましょうか。どんどんね、どんどんと進みましょうか。サム、サム、来たよ、ジョナ、タレント使って。任せろ、敵の位置を教えてくれ。ジョナ頼んだ。これでも暗いな。危ない、右だ。いいよ、その調子。ああ、しゃべってます。さあ、ここから少し戦闘シーンになってくるので、ね、そうですね。まあ、一人ずつやっていきましょうか、ですね。
リロード。こいつは兜をかぶってるんでヘッドショット一発じゃ倒せないですね。こんなにか。オッケーだ。先進みましょう。お上手。どこだ？何を喋ってんだ。飛んだね。いやーひどい。結構出てくるね。あいつか？強いやつだ。さあ、弾はどうだ？回収していきましょう。あとはまだそうですね。ショットガン使ってもよかったですね。確かに接近戦はね。OK。あれどう？では先進みましょう。食らったら人に言われないですよね。助けて。意外と弱かった。そうでもないか。では回収できるものを回収して、そんだけかな。ほとんど聖なる魔、あげれるものはあったか。スキルポイントあるんですが、もうすべて 100% ですよね。はい。OK。89。
普通に上げれるものを上げていきましょうかね。231ポイント、どうだ。うん、全部 100% だね。うん、ボムアロだけないのか。まあ、また取れるときに取りましょう。まだ、キャンプの方はまだあるんでね。はい。行きましょう。あそこに本にあるね。ダメだ。まるで太刀打ちできない。最後の抵抗、兵士の手裏剣ですね。はい。では先に進みたいなと思います。はい。ここ少しギミックありますよね。まああそこに、まあ、あの中に行きたいんですが、まあ行けないと、行けないと。いうことなんで、まあ、進んでいきましょう。まあ怪しいギミックはあるんだね。その謎を解いていきたいなと思います。オッケー。そうすると、あそこの岩がね、はい。まあ、壊れて、あそこに、あそこの方に、上の方に行けるというようになるんですが、まあ、このままだとね、行けないんで、まあ、再度、ここを閉じまして、こういうことですよね。ではあれを引っ張ってよいしょっと、うん、急いであれに飛び移る。よっしゃった。おー、ちょっと危なかった。選ばれた巫女が寺院に入る。女王より力を授けられ新たな女王。待って。どれだけの者が魂を差し出したと思っている。古の女王の魂に口ゆくみにとらわれ。器、権力を移すんじゃなくて魂を移すってこと。この女王たちはみんな卑弥呼、囚われし古の女王。あなたはサムを奪う気ね。そうはさせないから。はい、サムが女王の魂の器、はい、絶対にの体が欲しかったんですね。体は目当てでした。卑弥呼さんはサムの体を器として魂をだけ入れるって感じでしょうかね。まあ、そうやって流れてきたんでしょうね。はい、これよりは引き返せません。はい、ファストトラベルができなくなるのかな。まあ、キャンプの方はまだいくつかあったと思います。ファストトラベルできるのはここが最後ですね。はい、まあ、スキルは大丈夫だとして、うん、もう少しサルベージの方は足らないね。